私、あなたが好きだよ。初めて会った時から。ずっと。好きだって言ってるでしょ？あんたが好き。もう、何回も言わせないでよ。わらわは主様を愛しておるぞ。なんじゃ、照れておるのか？あなたが隣にいてくれるなら、他には何もいりません。心から愛しています。私の可愛い弟くん。僕は、選べません！夢か。僕の名前は中丸宗四郎、陶芸家月立高明の一番弟子だ。この町に住んで早数年、思えばいろんな出会いがあった。民族学のフィールドワークで都会から来た大学生の小弓さん、月立先生の娘玉木ちゃん、茶道の名門の御霊場で幼なじみの篠姉様、山の神様であるキツネッコ葛の葉さん、なんと僕は今その全員から求婚されていたりする。そこで彼女たちが出した提案は、順番に新婚しましょう。一生を共にするのじゃ、主様には相性を試してもらえればいかんしの。新婚生活を体験して最終的に誰を選ぶか決めるのね。では日替わりということで、じゃんけんポン。勝った。最初は私。よろしくね、旦那様。玉木ちゃんは家庭的で明るくて料理も上手だ。どうじゃ、今回は疲労に効く薬草を煎じてブレンドしてみたのじゃが。うん、美味しいよ。さすが山の神様だね。弱い200年ともあろうわらわであるのに、主様に参っておるのじゃ。ぎゅん。主様を喜ばせてやりたい。たっぷり愛してやりたいのじゃ。ぎゅん。今夜の寝屋ことは楽しみにするのじゃぞ。ぎゅん。弟くんは随分とお疲れのようですね。姉様。良いのですよ。生涯の伴侶を選ぶのですもの。慎重になさっても。もちろん、私を選んでくれるのが一番嬉しいですけど。私は、私の可愛い弟くんが幸せになるのが幸せですから。姉様。私はね、ずっと思っていたのです。真相に生まれ、誰もが私から一歩距離を置いていた。だけど、あなたは違った。構わないと私の手を取り、とても近くにいてくれた。私にはそれはとても幸せなことでした。だから今度は私があなたの幸せを願うわ。篠姉様、僕は。焦らなくてもいいんです。あなたの幸せを見つけて。ほら、こっちこっち。だらしないぞ、中丸くん。小弓さんが早いんですよ。初めて会った時のこと覚えてる？
フィールドワークに来ていた私にあなたが話しかけてくれたの。ここへはどういう用事で来たんですかって。次に会ったのはあの神社だったよね。そこで自己紹介して懐かしい。どうしてかしらね、不思議とあなたのことが印象に残っていて、その後もずっと頭から離れなかったの。僕もそうだったかもしれない。もしかしたら運命の出会いだったのかもって思ってた。ごめんなさい。こんなのずるいよね。みんなあなたが大好きなのに。あなたが誰を選んでも思うだけなら許されるかな。あ、中丸くん。僕優柔不断で、うん、本当にごめん。うん、でもそんなあなたが私は好きだよ。